グリーンだから、グリーンだから、なんでそんなにグリーンだからは美味しいのかって、それはね、グリーンだから。どうも、意味わかんないシューバーピアです。なんだ今の始まり方は。とうとう頭狂ってきたか。でさ、今から超どうでもいいこと話すんだけど聞いてくんないかな。最近破れたままのパンツをまだ履いているっていう話をしたと思うんだけど、今度はさ、脇が破れたね。マリオキュンじゃねえよ。そんなところにキュンキュンしてんじゃねえよ。さっき T シャツ見たらさ、思いっきし穴が開いてて、臭すぎて破れたんかな。どんだけ臭いんだろうね、僕の脇って。ということがあったんだけど、どうこの話、臭くない？つまんねえ。大丈夫か今日。マジで収録しない方がいいかもしんない。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いません。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ティンクルティンクルリトルトロールということで、キラキラ光る小さな騙しということでしょうか。なんかそんな感じの歌あったよね。キラキラ光るみたいな感じの、まあ音楽コースって書いてるから、もしかしたら音楽とトロールコースを掛け合わせたようなコースかもしれないね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.9% で、今回のトロールコースはちゃんとエストロールって書いてたから短いと思う。前回のがエストロールって書いてたんだけど、すごい長くてさ、もう説明文からして騙された感じだね。もう騙された感じですかね、僕。あ、なんか音楽キラキラ光ってんね。まあ騙された僕もキラキラ光ってる。開幕放題。いや、めっちゃ可愛いねこの音楽。相当久しぶり聞いた気がするばい。このキラキラ光る小さな星、いや、合ってんのかな曲名。そんなだったっけ。で、上オンオフしたいんだけど届かないんだよね。下のクッパクラーに乗っていかなくちゃいけなかったのかな。クッパクラーこっち見てって。なんで左ばっか見てんの。たまには右を見ることも大事だよ、人生で。でもさ、右の方から行けそうなんだけど。あっけー。すぐクッパクラーに乗る。そしてオンオフブロックを叩いてみる。するとどうなる。いい加減にしろよ、マジで。このクッパクラウンさん、何怒ってんのよその顔。怒りたいのはこっちなんだ。なるほどね、だからコインを砲台から出してたんだね。いや、上手くないこの仕掛け。クッパクラウンにコインを乗せることによってマリオ弾き返すなんてさ。あ、ここ2回戦まで勝ったのか。で、さっきさ、石エイジが見えた。押すな押すな、もうこっち来んな。あー忙しい。今日のコースめちゃめちゃ忙しいかもしんない。ここでさっきね、石橋が来るのは分かってたんだけど、じゃあオンオフをして右に進んでいけってことか。まあパンがあるから上から石橋は降ってこないと思うんだけど、来るなよ、絶対に来るなよ、頼むから来るな。なぜ来れる。バグ発見しました。あそこにパンブロックがあるじゃん。いや、何この魚、どっから湧いて出てきた。え、下から行ける、もしかして。あー、下から行け。いや、こっち隠しブロック、あー、ないのね。え、なになに、このパワーブロックを持っていけってことなんかな。じゃあ一旦持ってってみる。なんで貫通するんだろうねこれ。じゃあ一旦右に行く。もうすべて分かったぞ。ここは急いで行けばいい、そういうことだ。勢いつけて行ったらいけない。ってことはもう下から行くんじゃない。多分そうだと思うんだけど、あのパワーブロックだけでも持っていこうか。このパワーブロックを取っていく。そしてすぐ左にいる。危ねえこの石エイジ。頭に花飾りなんかつけやがってよ。僕があげるっていつか、石エイジ。マリー、あなたの恋人でしょ。間違えたー。いや、僕もできるのよ。何度も同じ場面に引っかかるような編集の仕方じゃなくって、サクサクとクリアできるような編集の仕方を。でも違うんだみんな。僕のみんなをみんなに見てほしい。僕のみんなをみんなに見てほしいってなんだ。ちょっとおかしかったぞ今日本語が。やっぱ下から行ったらいけたね。そしてこっから右。そもそもさ、このパワーブロックを持っていくこと合ってんのかな。いや、これ地味にむずい。あのバタフライをしているパワーブロックを取るのが非常にむずい。だが安心してみんな、僕ならこんなもの余裕さ。そしてここから一旦左にもう一回戻ろうか。邪魔するな金魚。ここはスーパープレイスキルプレイヤーピオキングがさっさと進んでみせようじゃないか。さあ、オンオフを2回して、次は隠しブロックに引っかからないようにするよ。来ましたね、スーパーキルプレイヤーが。スーパーキルプレイヤーとスーパープレイスキル。もうわけわかんないよ、もう頭バグるよ、もうそんなことばっかり入って。じゃあここでジャンプ。上は何も来ないね。下のドッスンが見てんのか。じゃあ下に行けばいいんじゃないこれ。そしてこのまま右に進めみたいな。え、これパワーブロック必要あったんかな。ナイス、ここで中間ポイント。
いや可愛いんだけど僕歌詞わかんないんだよね。これキラキラ星、あ、キラキラ星だ、思い出した。いやなんかそんな感じだったね。もうパウいらないでしょ。じゃあここでオンオフをして先に進めませんよ。はい、そしてすぐ上に逃げる。はい、どうも、こんにちは。僕は次の場所へ行く。ここで50コイン信用する。50コイン！金に目をくらませるなってことか。わかりました。目をくらわせていいのはキラキラ光るお星様とピオキングだけさ。キモすぎる。どうも、キモすぎる系 YouTuber、キモキングです。このね、上のドッスンは左に行くっぽい。右のドスンだよな、問題は。絶対右に来ると思う。だから渡って下。うわ、全然余裕すぎる。隠しブロックはないみたいだ。そんくらい読めてんだよ。絶対下からも来るよ。鉄球かドスン。ドスンと見た。うわ、マジで賢い。賢すぎる自分が悔しいね。ここは？え、何？上に行けってことか。あのドアに急いで入れってことだったんかな。一旦このまま右に行ってみる。うわ、行け。いや、ちょっと待って。上に行けないな。そこだ。そこに砲台が来ることは分かってんだ。ジャンプしたらいけないっていうこともな。だが上気になんない。この上すげえ気になんない。ちょっと行ってみていいかな。なんかあるんだろうね。あの上行けるんだけど、こっちは正解っていうパターンもワンチャンありえるからね。ちょっと待ってね。 P のタイミング、ここ。オッケー、上行けた。そしてこの上は？え、何もないの。ここまで頑張ってきたのに。期待させんな。なんかしょぼんのアクションがやりたくなってきた。マリオメーカーしながら、マリオメーカーしながら言う言葉じゃないね。いや、あれね、ステージ4ぐらいまであるんだけど、確かステージ2ぐらいまでしかクリアしたことなかったんだよな。だからしてみたいなと思って。なんだ、上からいきなり降ってくるとか。まあ警戒してたよ、正直。そこに何か空いてるってことはさ。そして2分の1か。今日こそ当たるよ、2分の1。左か右か。左を信用するよ、頼む。こっちで当てて。いや、合ってんじゃない。まあまあ、戻れる戻れる。まあこれは2分の0だったけど。あ、いけんや。じゃあブラポも何も出さずにこの先に進んでいく。そしたらこの先土管がありますわ。そして次には夢にまで見たオアシスが広がっていると思いますの。2分の1じゃねえか、また。あ、待って、下のキノコ裏になんかいるよ。クリーム王冠ね。ちょっとそっち行ってみる。だからこれ踏んでキノコを取りたいと思います。誰もいねえじゃねえか。とうとう幻覚まで見えてきてるかもしんない。じゃあこのまま右に行こうか。頼む、当てて。2分の1なんで違うの。もういい、2分の1を外すことは。これから先2分の1を当て続ける動画へと変えていこう。編集入れまくって。みんな協力してね。で、分かってんだって、このカニ親父が。右にしか行けないってことはあなたが。そしてこの P スイッチどうしようか。 P スイッチを押して、これ最後まで持っていくとかなんかな。いった、あ、何も来るな。すげえ人間じゃねえような声が出てた。てかさ、ここ見たことあるんだよね。以前ね、トロールコースした時こんな感じのが出てきてて、ピースイッチを踏んだらキノコが落ちてきたとか、そんな感じ。キノコ様、やっぱそうだ。だからこれ見覚えのある方もしかしたらいるんじゃないかな。で、ここで右に行けば確かゴールがあったような気がするんだよね。ほらほら、で、あのゴール、あっ、ダブルフィッシュ。確かそうだった、そうだった。以前似たようなトロールコースやった時もゴール前であんな魚飛ばしてきてたもんね。で、右上にさ、オンオフがあるでしょ。だからここのオンオフしたら確かゴールができないとかだったと思う。で、これでゴールできるみたいな。やったー。最後だけ見たことあるような仕掛けでラッキーだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。こういうやつですね。一発マリオかどうかは分かりません。めちゃめちゃ潔いでしょ、逆に。で、コース名がゴールがない。そして説明文にゴールどこって書いてるんだけど、まあこっちが聞きたいですね。ゴールがないっていうことはないんだよ。ゴールがあるからこのコースを投稿してるんでしょ、ハムルさん。うぜ。このキャラ設定ちょっとうざいわ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.47%。 で、今回はゴールがないっていうコース名だから、めっちゃ謎解き要素になりそうだよな。そんでゴール条件もないんだよね。とりあえず右ダッシュしてってみる。あ、時間20秒しかないのか。本当に誰もないのこれ。
あ、ここかな。あ、こん中にゴールがあるってことかな、この右側に。あー、なるほど、もう分かったよ。これね、デカキノコになってこの右側でゴールできるっていうことなんじゃないかな。だからデカキノコを探していこうか。いや、ちょっと待って、大変だな、こん中からデカキノコを探すって。もうゴールがないじゃない、デカキノコがないっていうコスメに変えた方がいいんじゃないかな、これ。これしかも20秒しかないからさ、なんか出てきたよ。え、リンク？リンクを取ってとりあえず月でダッシュしていってみようか。どっかでデカキノコもしかしたら出るんじゃないのかな。いや、絶対あるよ。もうちょっと右側行ってみよう。いやね、さっきのリンクどっから出てきたか忘れた。どの辺で出てきたっけ。この二こぶ山、この二こぶ山のところらへんにあったような気がするんだけど。え、まだ、え、どこだったっけ。ちょっと待って、マジでどっから出てきたか分かんない。ここまで右に行ってないよな。ちょっとやり直していい？この辺だ。ちょっとごめん、あのリンクを探すところまで無言になるわ。この二こぶ山を目印に探していきたいと思います。あ、ここにあんのね、二こぶ山の左の方ね。で、こっから月をしてってどっかに隠しブロックがあると思うんだけど。あ、ここにあんのね。で、ここでデカキノコを取ったらゴールできるっていうことなんじゃない？え、できないの？え、できなかったっけ？ゴール前でデカキノコ取ったらさ。実はね、以前にも似たようなコースしてて、その時にね、ちょっと流行ってたんだよね、マリオメーカー界隈でさ、ゴールがないっていうコース。で、蓋を開けてみるとこのデカキノコを取ってゴールできるんだけど、これね、端っこでデカキノコを取ればゴールできてたはずなんだけど。え、できないね。どうすればいいんだろう。みんなごめん、自分の動画見てきたわ、ゴールがないっていうサムネにしてるやつ。そん時ね、デカキノコになってゴールしてるんだけど、ここにね、ツタがあったんだよね。だからツタかなんかが、いや、なるほど、やっぱツタがあるじゃねえか。このツタに捕まってゴールすれば多分大丈夫だと思うんだけど。デカキノコどこだったっけ。え、デカキノコどこ。デカキノコ様、ちょっとデカキノコ探そうか。そっからだわ話は。ごめんね、また同じようなコースを動画化しちゃって。でもね、こういう似たようなコースってたくさんあるんだけど、クリア方法がね、それぞれ違って結構面白いのよ。あ、こういう人はこんな考え方でクリアさせてくれるんだなみたいな。で、デカキノコがこの山の、あ、一番下のところだね。こっからキノコを出してツタを出してゴールできるっていうことだと思います。さあ、これでゴールしていきますか。もうこれで絶対ゴールできると思う。ゴールできなかったらマリオメーカーやめるわ。もうここまでクリア方法分かってるのにクリアできなかったら僕はマリオメーカーを引退したいと思います。で、ここで捕まってゴールすればいいだけ、そういうことだろ。ここで右側向いてゴール、よっしゃまあゴールが埋まってたらこの方法しかないのよ、絶対に。いや、でもこれを最初に考えた人すごいなって思わない？どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、最速が16秒。その16秒を超えていきたいと思います。ここでリンクを取ってすぐ右にダッシュ。まずね、あの最初のツタを出して爆弾で壊すところまでは早くしよう。ここまではいい。そして爆弾を壊れるタイミングですぐこのキノコ取る。そしてここ、どう？これ最速いったんじゃない？まあ、そんなに速くなかったかもしんないけど、最速は取れたかもしれません。さあ見ていきましょう、最速は取れてるのか取れてないのか。頼む。一発。これ一発ってなかなかすごくない？まあそんなにギリギリを滑れてないから、速い人はもっと早くいけるんじゃないかな。どうもご視聴ありがとうございます。ならもっと早く行ってみせようじゃないか。それができる男だろう、ピオキング。それが一発マリオ名人ってものさ。絶対これでいくよ。ちょっとマジで集中するから無言になっていいかな。いや、これめちゃめちゃ速いよ。そしてここでキノコを取る。これ絶対最速いったわ。めちゃめちゃ速い。何やってんだろうね今日。見たか、これが一発マリオ名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。